ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。突然だが霊夢、スーパーマリオ64は知ってるか？もちろんよ。マリオ初の 3D アクションゲームよね。その通りだ。しかし、宇宙初の奥スクロールアクションという煽り文句で、マリオとは違う切り口の 3D アクションゲームが発売されていたんだ。宇宙初とは大きく出たわね。一体どんなゲームなの？プレイステーションで発売された、クラッシュバンディクーというゲームなんだぜ。ああ、なんか見たことあるわ。一時は、プレイステーションの CM に起用されるほどの、力の入れようだったからな。パラッパや、ピポサルと同じぐらいのプレイステーションの顔の一つだったんだ。それって、任天堂でいうところのマリオや、ドンキー的な存在ってことよね？一体どんなゲームなのか気になってきたわ。そうなんだぜ。ということで今回は、クラッシュバンディクーについて解説していくぜ。まずは、第一作となるクラッシュバンディクーから、解説していくぞ。クラッシュバンディクーは、1996年12月6日に、ソニーから、プレイステーションで発売された、3D アクションゲームなんだ。3D アクションゲームといえば、やっぱりスーパーマリオ64のイメージだけど、クラッシュバンディクーの売り上げはどうだったの？約66万本だな。初タイトル作品としてはこんなものなのかしら？そうだな。スーパーマリオ64で192万本だから、実績から考えてもよく売れている方だと思うぜ。ところで、宇宙初の奥スクロールアクションというのはどんな内容だったの？今では当たり前になってしまったが、スーパーマリオブラザーズなどの、従来の 2D アクションとは異なり、基本的に画面奥に向かって進むのが特徴なんだ。それならスーパーマリオ64もやってるじゃない。スーパーマリオ64は自由に動き回る、箱庭探索型 3D アクションゲームだったからな。それに対してクラッシュバンディクーは、同じ 3D アクションでありながら、ひたすら奥へと進むアクションゲームを、極めに行ったんだ。2D アクションの完成形が、スーパーマリオブラザーズなら、クラッシュバンディクーは、自由度よりも奥へと進む 3D アクションの、完成形を目指したってわけね。その通りだ。まあ、一部で横スクロールや、逆に手前へと逃げるステージも存在するんだがな。手前へと逃げるステージは新鮮で面白そうね。そうなんだ。手前に逃げるステージ、大岩ゴロゴロでは、まるでインディ・ジョーンズさながらの、引き迫る場面を体験できるんだぜ。確かにスーパーマリオ64は、それまでの単純な横スクロールから一転して、どこへでも行ける自由度が魅力だったけど、3D を愛する人も中にはいたし、どこに行ったらいいのかわからない、という問題も発生していたのよね。クラッシュバンディクーは、スーパーマリオ64の後に発売されているんだが、霊夢が言ったように、3D アクションながら、マップは細い一本道だから、どこに行ったらいいのかわからないという、3D ゲームのつまずきどころを解消しているんだよな。だんだんマリオ64と、クラッシュバンディクーの違いが見えてきたわね。簡単に言うとクラッシュバンディクーは、雰囲気も難易度も、コテコテな洋ゲーでありながら、ゲーマーのみならず、ちびっ子たちのハートをつかみ、一気に人気シリーズとなっていったんだ。次は2作目クラッシュバンディクー2だな。クラッシュバンディクー2は、1997年12月17日に、ソニーからプレイステーションで発売されたんだ。前作から1年後に発売したのね。そうなんだ。売上本数は109万本と、前作から大幅に伸ばしてきたんだぜ。任天堂64あたりから、ソニーと任天堂による家庭用ゲーム機の、覇権争いに、逆転現象が起こり始めたけど、クラッシュバンディクーシリーズも、見事にその波に乗れたわけね。クラッシュバンディクー2が売れたのは、プレイステーションの普及によるものだけじゃないんだ。どういうこと？クラッシュバンディクーから、アクション面が強化されたんだぜ。前作はアクションが、スピンアタックとジャンプのみという、シンプルさゆえに、難易度が高めだったんだが、今作は大幅なシステムの見直しと、アクションの増加が行われているんだ。具体的にはどう変わったの？前作までなら、ジャンプの飛距離が足りず穴に落ちる場面や、敵との距離感がつかめず接触してしまう、といったミスが少なくなかったが、本作では、しゃがみ、スライディング、ボディープレスといった、アクションが追加されたんだ。なるほど。中でも重要なのが、スライディングだな。攻撃しつつ素早く移動できる上に、スライディング中にジャンプすると、ジャンプ力が伸びるため、クラッシュの攻撃力と機動力が、大きく上がったんだぜ。確実に進化してるわね。またスライディング中は、穴の上でも落下しないために、穴のギリギリ端まで行ってジャンプといった、シビアな操作をする必要が減ったのも大きいな。アクションゲームが苦手な人は助かるわね。あとは、やり込み要素が向上している点も見逃せないな。本作から新たなアイテム、パワーストーンが登場したんだが、各ステージに一つあるパワーストーンを集めるのが、ゲームの目的となるんだ。最初のプレイでパワーストーンを取り逃すと、前作では敵だったコルテックスというキャラが、最大3回まで注意してくれるんだ。しかも、ちゃんとパワーストーンをゲットしてクリアすれば、コルテックスから褒めちぎられるんだぜ。親切設定な上に人を伸ばすまで熟知しているのね。甘いな霊夢。どうして？コルテックスは主人公であるクラッシュを、騙しているだけなんだ。パワーストーンの力で、地球を乗っ取る計画を立てたコルテックスは、地球の危機を防ぐために、パワーストーンを集めてほしいと、クラッシュに嘘をついて利用しているだけなんだ。私もクラッシュと一緒で、すっかり騙されるところだったわ。
話をゲーム内容に戻すと、ステージによってタイムアタックや隠しステージに、ノーミスでたどり着くことでいける、難易度の高いステージ分岐、ドクロコースなどプレイの幅が広がったんだ。クラッシュバンディクーでは、すでに高難易度ブームが始まり出していたのね。また、前作からあったダイヤは引き続き出現して、ゴール後に手に入るのではなく、ステージ内で入手する形式に変わったんだ。なるほど。本作から、コース上の箱をすべて壊すだけでなく、特殊なコースに配置されていたり、特殊な条件でゴール手前に出現する、秘密ダイヤが登場するんだ。秘密という甘美な響き。対して前作同様、箱をすべて壊すことで入手するダイヤは、パーフェクトダイヤと呼び、ゴール手前に出現するんだぜ。さらにカラーダイヤも変更があり、特定の条件を満たしたり隠しルートへ行かなければ、入手できない秘密ダイヤ扱いとなった上、前作の6種類から5種類に減らされ、ダイヤを入手することでいける隠しステージも、各ダイヤにつき1コースのみと整理されたんだ。やり込み好きにはたまらない仕様ね。最終ステージ、カラーダイヤの試練では、コース名通りに、すべてのカラーダイヤが必要になるコースまであるんだぜ。前作同様に、すべてのダイヤを入手してクリアすれば、真のエンディングを見られるんだ。これは確かにやりごたえがありそうね。逆に前作からの不満点といえば、ボス戦が簡単すぎることだな。高難易度ゲームあるあるね。道中にいる敵の方が強いケースとか結構ありがちなのよね。そうなんだ。前作ではボスごとにライフが異なっており、バリエーションに溢れていたんだが、本作のボスは第4ルームの N 陣を除いて、全員初期ライフが3で固定されており、仕掛けも乏しいので、パターンの変化が弱い上にすぐに倒せてしまうんだ。ボス戦を楽しみにしている人にとっては、正直な L はね。お次はクラッシュバンディクー3だ。クラッシュバンディクー3は、1998年12月17日に、ソニーからプレイステーションで発売されたんだ。また1年後に発売してるじゃない。しかも12月のいわゆる1年で一番ゲームが売れる、ホリデーシーズンばっかり狙ってるのね。その通りだ。クラッシュバンディクーは、ナンバリングタイトルとなってからは、100万本以上売れるようになったが、一作目から、ホリデーシーズンを狙って販売しているんだぜ。どんな人気ゲームでも、最初は苦戦することが多いものね。一作目のクラッシュバンディクーは、日本での発売価格は4800円と税込みでも、5000円でお釣りが来る価格設定だったんだ。買う側からすれば手を伸ばしやすい金額ね。当時ほとんどのプレイステーションのゲームが、税抜き5800から6800円程度という中で、シンプルシリーズもなかった当時としては、かなり画期的な価格設定であったことも、普及を後押しした一因と言えるだろうな。なるほど納得だわ。それで3作目の売り上げはどうだったの？150万本を超えてきたんだぜ。順調にユーザー数を伸ばすことに、成功しているわけね。今作では、世界中を駆け回り、時空さえも超えてしまう、ぶっ飛び世界一周というサブタイトルの通り、ぶっ飛んだ内容となっているのが特徴だな。宇宙の次は時空まで超えてしまったのね。具体的にはどんな内容なの？今作はアクション面が大幅に強化されたんだ。ボスを倒すごとに、新アクションの習得という報酬が加わり、スーパーボディープレス、ダブルジャンプ、竜巻スピンアタック、リンゴバズーカ、スピードシューズが使えるようになるんだぜ。いわゆるマルックマンシステムだけど、新アクション取得という、目標があるだけで、ボス戦へのモチベーションが上がるわね。これらの新アクションによって、基本的な部分の難易度は下がったんだ。当時の低年齢層でも、慣れれば無理なくクリアできる難易度になったんだぜ。高難易度が売りだったのに、ちびっこに忖度しちゃったの？霊夢、私が言ったことをちゃんと聞いていたか？あくまで基本的な部分の難易度を下げただけだ。パーフェクトクリアのためには、スライディング、ダブルジャンプ、竜巻スピンアタックを、連続でタイミングよく行うことを求められるなど、部分的に難易度が上がった箇所もあるんだ。ちびっこへの忖度発言は撤回するわ。また、シリーズ特有の前後左右に容赦なく落ちる不安定な足場や、倒し方に工夫がいる敵などは健在するため、難易度がガタガタに下がっているということはないから、旧作のファンでも十分に楽しめる難易度なんだぜ。なるほど、あとはタイムアタックの存在も大きいな。今作の主なやり込み要素となっていて、ソフトとしての寿命を伸ばすことに成功しているぞ。タイムアタックでソフトの寿命が伸びるものなの？まあ話を聞いてほしいんだ。一度クリアしたステージの入り口に、ウォッチが出現し触れることで、タイムアタックモードを遊べるようになったんだけど、ただステージを駆け抜ければいいというものではなく、ステージの随所にある、時間を止めてくれる箱を壊していくことが、重要なんだ。1秒箱から3秒箱まで存在していて、ミスしても残機は減らないし、途中でやり直すこともできるんだ。それなら安心してチャレンジできるわね。規定タイム以内のクリアでトロフィーが贈呈され、サファイア、ゴールド、プラチナの3種類が用意されているぞ。最初に表示される規定タイムは、サファイアのものだが、タイムが表示されていない上位トロフィーでも、規定タイムを上回れば獲得できるんだ。タイムアタックに自信がある人にはたまらないわね。しかし前作は新エンディングを目指す上で、パワーストーンとダイヤを集めれば、そのステージは終わりだったのに対し、今作は全ステージのタイムアタックに挑戦し、トロフィーを獲得しなければならないんだ。
つまりどんなに腕前があっても、全ステージを最低2回分クリアしなければならないんだぜ。1回のプレイで、トロフィーとそれ以外のアイテムの同時獲得は、ほぼ不可能なため、人によっては水増し感を覚えたり、やり込みプレイの強要と、捉えられる可能性があるのは欠点だな。やっぱり楽しくなければテレビじゃない。もとい、ゲームじゃないわよ。ちなみにゲーム開始から、新エンディング到達までの所要時間は、前作の倍以上だそうだ。プレイする前から気が遠くなるわ。次はクラッシュバンディクー4だな。クラッシュバンディクー4級は、2001年12月20日に、プレイステーション2でコナミから発売されたんだ。恒例のホリデーシーズン狙いね。発売元もコナミに変わってるし何かあったの？今作から、ハードもプレイステーション2になったんだが、一作目からソフトの開発をしていた、ノーティドッグから、開発元が、トラベラーズテイルズという会社に変わったんだ。ちなみにトラベラーズテイルズは、後にレゴブロックの世界観を使った、ビデオゲームシリーズで知られる、イギリスの会社なんだぜ。販売元や開発が変わったのには、何か理由があるの？この件については後でゆっくりと説明するんだぜ。ただ開発元に関しては、ノーティドッグがかなり優秀だっただけに、トラベラーズテイルズに変わったことで、クラッシュバンディクーシリーズの、テレビ CM の放映がなくなるなど、破綻気味となり、凋落の道を歩んでいくことになるんだ。やっぱり開発元が変わったことが影響したわけ？はっきり言うとそうなるな。過去作までに培ってきたゲーム性は失っておらず、アクションゲームとしての完成度は、決して低くはないが、前作までの完成度の高さからすると、シリーズ作品として、劣化してしまっているのは否めないんだぜ。一体どの辺が劣化してしまったの？プレイステーション2版では、ロードが多い上に長いんだ。本作で最も非難されている問題点で、ロード時には長い場合、20から30秒ほど待たされてしまうんだ。しかもロードの機会もこれまでと比べて多いから、ゲームテンポが悪くなってしまったんだぜ。またタイミングが悪いわよね。シリーズ初のプレイステーション2ソフトなのに、開発元が変わったんじゃ、問題が起こるのも無理ないわ。実際売上本数はどうだったの？なんと27万本と、前作の150万本から大爆丸する結果になったんだ。27万本と言ったら、クラッシュバンディクー1の66万本にさえ負けてるじゃない。そうなんだ。あと人気凋落の原因は、クラッシュバンディクーというゲーム自体に、目新しさがなくなってしまったことも、影響しているんだろうな。確かにそれまでの3作品は、3年連続で発売されたけど、本作は3年ぶりの新作と、少し間が空いたのね。実は空白と思われた2年の間にも、クラッシュバンディクーは発売されていたんだ。ん？どういう意味なの？ソニーの判断なのかはわからないけど、安易にレーシングゲームやパーティーゲームとして、空白の2年間は、クラッシュバンディクーを販売してしまったんだぜ。うわぁ、よくある人気が出始めたジャンルに、キャラクターだけ乗っけて、販売してしまうパターンじゃないの。まあ任天堂が、毎年マリオブラザーズを発売したところで、間違いなく売り上げは、右肩下がりになるだろうからな。確かに毎年アクションゲームを出したところで、ネタも尽きるし、飽きられるのも早くなるだけだものね。だからといって、安易にパクリゲーを作るには、クラッシュはまだまだ役不足感を感じるわ。ってことで、パクリゲーでイメージダウンを起こしてしまったのかはわからないが、1999年12月16日に発売した、クラッシュバンディクーレーシングは、30万本、2000年12月14日に発売された、クラッシュバンディクーカーニバルは、17万本と凋落への予兆はあったんだ。プレイステーション2の時代になると、様々なジャンルのゲームが増えてきた頃だし、原点回帰のクラッシュバンディクー4級は、もはや時代遅れだったのかもしれないわね。めげずにクラッシュバンディクー5の解説だ。クラッシュバンディクー5は、2004年12月9日に、ビベンディ・ユニバーサル・ゲームズから、プレイステーション2で発売されたんだ。ソニー、コナミ、ビベンディ・ユニバーサル・ゲームズと、販売元の入れ替わりが激しいゲームね。ちなみにクラッシュバンディクー5の売り上げは、3万本だ。見事に地に落ちたわね。開発元としても迷走感が溢れているのか、なんちゃってオープンワールドを作ってしまったんだ。わらをもすがる思いだったんだろうけど、安易に流行りに乗るのはダメなのよ。広大なフィールドを、探索できるようになったと思いきや、実際はステージ選択を取っ払っただけの、一本道ゲームだったんだから、ユーザー離れが進むのも無理はないよな。クラッシュバンディクーの魅力だった、やり込み要素も不足してて、ステージクリア型ではなくなった関係で、パーフェクトダイヤやタイムアタックといった、シリーズおなじみのやり込み要素が、削除されてしまったんだ。クラッシュのファンにとっては、地獄を見せられている気分だと思うわ。代わりにダイヤ探しが追加されており、数も多いのだが、物によって入手難易度がバラバラという、落ち着きなんだぜ。唯一褒められることがあるとすれば、1996年の初代から、毎年ホリデーシーズンを狙って、2001年まで解禁賞を続けたことくらいかしら。霊夢、それは間違ってるぞ。2004年までの2年間もゲームボーイアドバンスで、毎年クラッシュバンディクーは発売されていたんだ。要するに、
ゲーム出しすぎて飽きられただけじゃない。一応世界の売上本数のシリーズ累計は、5000万本と言われているからな。え、つまり元々が洋ゲーなだけに、日本では売れてないだけってこと？もちろん世界の方が売れてるだろうけど、比較対象にしていいかはわからないが、2020年時点で、マリオの全シリーズの累計の売上は、全世界で5億6000万本以上だそうだ。本当に比較にならないわね。すっかり脱線してしまったが、クラッシュバンディクー5に話を戻すと、複数のバグが問題になったんだ。国内版特有の問題として、多数のバグがあり、クラッシュが何の前触れもなく転倒したり、エンディングを見る前にフリーズするという、致命的なバグが存在するんだぜ。もはや言葉もないわ。結果的に従来のファンを裏切った形となってしまい、ゲームがという雑誌の編集者コラムでも、黒歴史として紹介されてしまうありさまだったんだ。いよいよ最後は、クラッシュバンディクー4、新の解説だ。クラッシュバンディクー4、新は、2020年10月2日に、アクティビジョンから PS4 などで発売されたんだ。今回はホリデーシーズンじゃないのね。それより随分前作から間が空いたんじゃないの？日本では、14年ぶりの完全新作だからな。あとこの辺で販売元と開発元が、どうしてこれだけ変わってしまったのか説明しておくぞ。もともとソニーと、ユニバーサルインタラクティブスタジオが、協力して誕生したのが、クラッシュバンディクーだったんだが、ソニーとユニバーサルの間で、クラッシュバンディクーの、ライセンスをめぐる問題が発生してしまったんだ。仕方なくソニーはクラッシュを手放すことになり、ユニバーサルは、ソニーより良い条件を出してきた、コナミとクラッシュバンディクーの契約を結ぶんだ。なるほど。しかし徐々に人気が衰えたために、コナミとしてもメリットがなくなったタイミングで、ビベンディユニバーサルゲームスがクラッシュの権利を、コナミから購入することになり、ビベンディは、クラッシュをこれまで未進出だった、日本で販売するようになったんだ。覚悟はしていたけどまだ続くのかしら。クラッシュの権利購入から、日本進出までのペースが早かったから、クラッシュシリーズは、途切れることなく日本で販売することができたんだぜ。なるほど、それが解禁賞の正体だったわけね。ビベンディが日本進出への、看板タイトルとしていたのが、クラッシュバンディクー5などだったんだが、アクティビジョンとビベンディユニバーサルゲームスが、合併することになった影響で、新しくアクティビジョンブリザードが誕生したんだ。アクティビジョンってよく考えたら、ゲームのオープニングで結構見る気がするわ。有名どころだと、セキローフロムソフトウェアと共同で開発しているな。すごいじゃない。クラッシュの権利も、そのままアクティビジョンブリザードに渡ったんだが、日本に進出したばかりのビベンディだったが、アクティビジョンブリザードとなったことで、日本からの撤退が決まってしまったんだぜ。これによりアクティビジョンブリザードのソフトは、日本企業がアクティビジョンブリザードのゲームを、日本で販売する権利を、購入しなくてはいけなくなったために、クラッシュバンディクーは、日本で販売される機会を失ったわけなんだ。順を追って説明してくれたおかげで、ようやく理解できたわ。で、14年ぶりに登場したのが、クラッシュバンディクー4、新ってわけだ。ちなみにナンバリングの方が、2つ存在するのはローカライズの関係なんだ。ローカライズとは、製品を別の国でも受け入れられるように、最適化することなんだが、クラッシュバンディクーの海外版が、3作品販売されていた関係で、クラッシュバンディクー4が、日本では2つ存在する形になってしまったんだ。まさに波乱万丈のゲーム人生を歩んできたのね。肝心のゲーム内容はというと、難易度がとにかく高いんだぜ。操作性は良好で、最初からダブルジャンプが可能などの配慮はあるが、それでもアクション面の難易度は高いんだぜ。高難易度で知られる1にも匹敵する難易度で、エンディングにたどり着くだけでも、アクションが得意でないプレイヤーは、かなり苦労するレベルなんだ。なかなか敷居が高いのね。あと初期3作を引き継いだ作風も好評だな。タウナやディンゴなど懐かしのキャラクターたちを、再登場させながら、現代的に設定も見直しているし、クラッシュとコルテックス、それに海外版の3作品をリメイクした。クラッシュバンディクーぶっ飛び三段森から変更のあった N 人以外のキャラクターの吹き替えは旧作の声優が担当しているのが嬉しいな。旧作からの吹き替えの変更が不評だったためこの点は評価されているんだぜ。やっぱり声優さんはキャライメージがつくから変更されると嫌なものよね。また残機システムの形骸化は気になるな。難易度の高い本作において残機を稼ぎやすいのは助かるんだが、それによって残機そのものの存在意義が薄くなってしまっているんだ。いくらマルンでも大丈夫となると、緊張感がなくなって面白くないものよね。ということで今回は、クラッシュバンディクーについて解説してきたがどうだったか？ 3 作目までは人気シリーズという、高評価を得ていたのに、クラッシュバンディクー4、9から、開発元が変わり、没落の道を歩んでしまったのは不運だったと思うわ。全部丸波のせい、と言いたくなってしまうよな。14年ぶりの新作となった、クラッシュバンディクー4、新は、人気だった初期3作を意識した作風となり、シリーズ最高難易度を売りにして、復活したのは嬉しかったわね。ゲーム内では続編を匂わせる要素が存在するため、今後の展開にも注目したいよな。みんなもクラッシュバンディクーに対する意見や、思い出があればコメント欄で教えてくれよな。それじゃ次の動画で、またねー。